東京・新橋で4人が負傷した爆発火災で、火元の店長が出火の直前にガス臭いと思ったなどと話していることが分かりました。街には白い煙が立ち込めていました。その煙が発生している元はビルの2階です。まだ消防が到着する前の映像です。2階部分から激しく炎が上がり、窓枠は外側に向けて大きくひしゃげています。そして目の前の交差点にはビルから吹き飛ばされてきたのでしょうか、ガラスなど様々なものが散乱しています。現場は東京新橋の烏森通り、新橋駅から300メートルほどの場所で、数多くの飲食店やオフィスビルが立ち並ぶ繁華街です。現在も辺りは焦げ臭い匂いに包まれています。またビルの方を見ると壁面が真っ黒に焼けています。またかすかにですが白い煙も確認できます。火が出たのは午後3時20分ごろ。警視庁などによると直前には爆発音があったとの通報がありました。この映像を撮影した人によると、火が出る3分から5分前にドンという爆発音がして、100メートル離れたビルでも揺れを感じたといいます。近くのビルでデスクワークしてたんですけど、そしたらものすごく大きな音とか聞こえて、最初その車がぶつかったのかなって思ったんですけど、多分でもその衝撃波と音からしてそれは違うなと思って、今まで聞いたことない、なんかもうすごまじい音でした。今まで本当人生に聞いたことないぐらいの大きな音でした。揺れる、鉄筋のビルが揺れるぐらいドーン。火が出たビルの2階に入っていたのはカフェバー。店のホームページによると営業は午後4時からで、火が出た時は開店の準備をしている最中でした。店内に客はいませんでしたが、50代の男性店長、50代の女性店員、そして通行人の50代男性と70代男性の合わせて4人が怪我をして、3人が病院に運ばれました。店長と店員は顔にやけどを負いました。